アドマイアホープとは日本の競争馬である。2003年の全日本2歳優勝優勝馬。2005年に障害競争に転校した。転校後の主戦機種は北沢ニア。判定に重賞3勝のアドマイア富士と福島記念勝ちのアドマイアコスモスがいる。2003年8月23日、安城に竹豊を迎えデビュー。3戦目で、 初勝利を飾る。その年の秋から暮れにかけて、交流重賞で活躍し、北海道2歳優秀で、重賞競争に初勝利、兵庫ジュニアグランプリ2着を経て、ダートの2歳王者決定戦、統一 GI 競争の全日本2歳優秀に進む。レースでは、中段から第4コーナーで先頭に並びかけ、直線で抜け出して2着に2場審査をつけて優勝。 G.I. 競争優勝を果たした。しかし3歳初戦のヒアシンスステークスを11着と、大敗すると、翌年夏までに8連敗、最高着順は4着と低迷する。復活勝利は4歳を迎えての2戦目、ヨナゴステークスで、11頭中10番人気という、低評価ながら、スタート直後に先頭に立って、レースを先導すると、そのままない拉致沿いを逃げ粘り、 1> 約一年半ぶりの勝利を収めた。しかしその後は再び不審となり、同年8月15日のクラスターカップを6着を、最後に障害競争に転向した。平地戦における実績から、入り触り後は人気を集めていたがすぐに勝利は上げられず、3戦目で初勝利。その後も2着が2度あったものの、全体的には低調であった。 しかし5歳2戦目のヨドジャンプステークスにおいて、それまでのレコードタイムを1.4秒更新し、障害競争2勝目を挙げる。続く、障害重症発挑戦となった、阪神スプリングジャンプでは3番人気に支持された。しかし結果は4着。以後は再び低迷をはじめ、2008年7月18日に、中央競馬の競争馬登録を抹消。光栄。 佐賀競馬へ移籍となった。移籍初戦となった2009年4月19日の、ゆぶだけ特別では急着と惨敗した。2010年10月1日付で、地方登録を抹消された。GI 競争を制しているにもかかわらず、高労馬つなぎ要展示事業の対象場になっておらず、その後の消息は分かっていない。以下の内容は、netkeiba.com、ヤビスサーチ。 地方競馬全国協会に基づく。地ォ方ティナイナーは1987年度のエクリプス詳細優秀に最ボバ詳細は同馬の甲を参照のこと。母は中央競馬で7勝を挙げたオープン馬で G2 のステイヤーズ・ステークスで2着の実績がある。ヒーババサニーバレーの3区にエプソム・オークス、ヨークシャー・オークス。 セントレジャーステークスの優勝馬さんプリンセス、コロネーションカップなど重賞5勝を挙げたサドラーズホール、ガオリ、ドーメス系出身の活躍場には、フサイチコンコルドー、リンカーン、ビクトリー、エリンバードなどがいる。ありがとうございます。